水の庭です。赤い睡蓮が咲いています。しかし誰も見る人はいません。睡蓮の花や藤のお花、あと春のお花が満開になって皆さんをお迎えできるはずだったんですけれども、ちょっと休園になって残念なんですけれども、庭のスタッフの方は手入れの方を欠かさず行っております。再開後には皆さんをお花いっぱいでお迎えできればと思っております。